こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon とですね、 eBay と独自ショップ、あとあんまりないと思うんですけど、ヤフオクとか楽天ですね、その辺どういうふうに売って使い分けるかって話をお伝えしていきます。まず結論から言うとですね、 Amazon で売れるものは全部 Amazon で売った方がいいです。使い分けというか、もう基本的に私がおすすめ一番できるのは、アマゾンで売れやすいものを見つけてアマゾンで売る。これが一番簡単で儲けやすいですね。ただ中にはですね、どうしてもアマゾンで出品できないと。例えば著作権の厳しいものとかですね、許可が、必要なもので許可が取れないとか、そういう場合には eBay で売るのもいいです。で、あと eBay はですね、一点物。何かね、自分が、ガンプでね、作ったガンプラを売るとか、友達にガンプラのチャンピオンがいるんでね、ガンプラのチャンピオンが作ったものを売るとか、すごい器用なね、工作機械を使っていろいろ自作で恐竜の骨格とかね、なんか変わったもの、ターミネーターの頭とか、変わったものを作れるんで、そういうのを一点物で売る。一点物を売る場合にはやっぱオークションってのは強いですね。特に出来のいいものは。珍しいものとかね。そういう場合は eBay ってのは一つの選択肢入ってきますね。あとは独自ショップ。これはもう豆な人。独自ショップ。私の場合はですね、基本的に初心者の方に、まず初めに10万稼ぐのどうやるか、30万稼ぐのどうやるかっていうやり方を教えてるんで、あんまり独自ショップっていうのは入ってこないですね。どっちかっていうと、これ本業できっちり豆な人がやる仕事なんで、独自ショップっていうのはショップ作っただけじゃ売れませんし、集客も必要です。で、集客しただけじゃ売れなくて、メルマガを出してですね、メルマガに登録してもらって、で、売りたい商品と自分を売り込むと、そういう、結構ね、根気のいる作業が必要なんで、あんまり教えて、その通りコツコツやってできるもんじゃないと。やれば稼げるんですけど、やり続けるのがね、しんどくなってやめちゃう人が多いんで、初心者の方が簡単に結果が出て、結果が出るから続くといった意味じゃ、やっぱり何と言っても、Amazon 輸出がおすすめですね。で、eBay の方は、Amazon と比べると、出品が面倒、梱包と発送が面倒っていうところがあります。ただ、そういう eBay でしか売れないものがあるとかね、英語にアレルギーのない方だったら eBay っていうのも一つの選択肢に入ってきますし、逆に Amazon はしばらくやってね、売れる商品が見つかってきたら、eBay でも売ると、eBay で売れたら Amazon で発送するという形を取るとですね、販売窓口が増える分だけ、利益が増えますんで、そういった形で eBay を使うのがいいですね。使い分けというよりも、やっぱり、取っかかりは Amazon っていうのがおすすめです。理由は、すぐに結果が出てお金が入ってくるから、やる気が継続しやすいです。以上、eBay と Amazon、どんな風な違いがあるかですね。ヤフオクとか楽天忘れてましたけど、初心者には論外ですね。金はかかるわ。安く買うにはいいですけど、売るのはもう選択肢としては Amazon か eBay しかないです。で、ほぼ Amazon ですね。まずは Amazon で始めてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。